ささやき、それはとても虚しい言葉さ。君に会いに行くとき、いつも言葉を探すのさ。僕の気持ち伝えるすべもないのか。星の数より愛しているはずなのに、僕と見ている僕の悲しい歌を聴いても、君は泣かない。僕の腕の中へおいで、君を抱いて、僕の体で伝えよう。愛する君は今ここで僕を黙って見ている。いつものように今ここで僕を見ている。それだけ。君はどこ、僕はどこ、ここはどこ。今日は、はい、ここです、ここです、どうも今日は雨のおかげでコンサートの予定がいろいろ変わってしまいましてね、曲順その他、まあ本当に
雨っていうのはもうどうして僕をこんなにいじめるのという感じなんですけども、考えてみると皆さんの方がもっといじめられているわけですから、大変だなと思うんですけどもね、どうぞ、この前これは晴れた日の話なんですけどもね、最近ちょっとあのゴルフなんかを近くに、まあ今日も、今朝も晴れてましたから近くにゴルフ場があるんで、ちらっとこうやって真似をして打ってきたんですけども、非常にあの都会では見られないいろんな生き物が、生き物というほど大げさなもんではないですけども、カエルとかミミズとかいろいろいたんですけどね、カエルはあのピョン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 元気ですからいいんですけど、日がカンカン照ってる時にあのミミズが間違えて出てきましてね、まあ、山の天気は変わりやすいんで、湿気の多い時に出てきたつもりが曇りの日に出てきたつもりが、急に天気が、変わってピーカンになってしまった。おかげであのミミズが、枯れてるわけですね。こうやって、かわいそうだなと思ったんですけども、イカが干されるとスルメになりますけども、ミミズが干されるとこれは何になるんだろうと一生懸命真剣に考えてみたんですけども、その中で一匹苦しそうにもだいているミミズがいまして、もうすぐスルメになるというミミズだったんですけども、まあ断末魔の苦しみを見せておりましたんで、ふと仏心を起こしました財津和夫が、持っていたクラブで、ゴルフのクラブありますね、あの先端で指でやろうかなと思ったんですけど、そこまで勇気がなくてめめしいなと思いながら、ゴルフのクラブの先端で、ミミズをこうすくい上げまして、日陰に持っていきましてね、スケベーと、あのスケベーってやね、ミミズと何をするわけじゃないんだから日陰に持っていってもいいじゃないですか、あなた、ね、ミミズを日陰に持っていくのがそんなにスケベーかね。それであの日陰に置きまして、冷たい土をこうかぶせてあげましてね、まあかぶせながらふと思いました。ひょっとすると今晩あたり僕が寝ているとドアを、眠いな、誰やこんな夜中に、開けるとこんばんは、私は今朝あなたに助けられたミミズでございます。ミミズ？ちゃんと人間の格好をしてるわけですね。どういうことだって言いますと、私はあなた様に助けられて、あなた様の言うことを何でも聞こう、そして生涯あなた様の横にいてあなた様に尽くします。鶴の恩返しとは聞いたことがあるけれど、ミミズの恩返しとは聞いたことがない、なんて思いながら、ミミズと一緒に一生を送ることになるんじゃないかなと思ったりしたんですけども、ミミズが化けた女性ですといろいろ問題があるでしょうね。こう抱きしめた時にぬるっとしたりしますね風呂に入るとなんとなくこうミミズに戻りそうな感じがしたりして、いろいろあるんですけども、さてここでやってみましょう。風のメロディー。